5月3日岡山県笠岡市で開かれた第25回全日本 BMX 選手権。繰り広げられた熱戦が鮮やかに大会を彩った。5歳から出場でき、楽しみながら強くなれる BMX レース。オリンピック正式種目になったことで、選手たちの夢はさらに広がった。トップ選手たちの戦い、まずは女子選手のナンバーワン決定戦。ここで惜しくも2選手が転倒。先頭に立ったのは地元岡山の渡辺楓。優勝は16歳の渡辺楓。ホームコースでの嬉しい勝利。続くジュニア男子決勝、古性優作が連覇を狙った。トップ争いは古性優作と松下辰己。順位が目まぐるしく入れ替わる中、前に出たのは古性。そのまま古性がトップでフィニッシュ。ジュニア男子クラス、古性優作が見事連覇を果たした。そして迎えた国内頂上決戦、エリート男子決勝。北京オリンピック日本代表坂本明史、そして待望のエリートクラス参戦三瓶雅弘。この両者の対決に注目が集まった。先頭は三平、続く坂本。2人のスピードが3位以下を大きく引き離す。三平坂本の一騎打ち。優勝、三平雅弘。第25回全日本 BMX 選手権、熱い戦いは19歳の新チャンピオン誕生でその幕を下ろした。